御殿場周辺で開催されている発表試乗会の会場から、今日はロイヤルエンフィールド注目のニューモデルスーパーメテオ650の試乗インプレッションをお送りします。試乗会ではいつものことですが、撮影試乗時間ともに短くなっており、おそらく今日は第一報として第一印象をお届けするにとどまると思いますが、その点はご了承ください。それでは今回試乗したロイヤルエンフィールドスーパーメテオ650の外観、主なスペック、装備などを確認していきましょう。今手前に映っているのが上級グレードのツアラー、奥に映っているのがスタンダードモデルです。全体的に高品質でありながら、上級グレードのツアラーも含め全てのモデルが約100万円前後で手に入るというのが大きな魅力と言えるでしょう。全長 2300mm、全幅 890mm、全高はツアラーが 1380mm、スタンダードモデルが 1155mm、シート高は 740mm で、タイヤサイズはフロントが 100-90-19 インチ、リアが 150-80-16 インチ、重量はツアラーが 244kg、 スタンダードモデルが 241kg となっています。エンジン形式は空冷4ストローク4バルブ SOHC 並列2気筒、総排気量は 648cc で、トランスミッションは6速リターン、最高出力は47馬力7250回転、最大トルクは 52.3Nm 5650回転となっています。排気系サイレンサーのデザインはご覧の通りです。高い性能と美しさを両立させたフレームは、車体設計のスペシャリスト、ハリスパフォーマンス社によるもの。フロントは昭和製のセパレートファンクションフォークビッグピストンで、倒立タイプのテレスコピックフロントフォークです。リアはコンベンショナルなツインショックとスイングアームの組み合わせとなっています。フロントはバイブレ製片押しタイプ2ポットキャリパーを持つシングルディスクブレーキ。リアも同じくバイブレ製片押しタイプ1ポットキャリパーを持つシングルディスクブレーキとなっています。ハンドル周りのデザインはご覧の通りです。中央部に液晶表示部を持つスピードメーターはアナログ式。右側にあるのはターンバイターン方式の簡易ナビトリッパーで、これは標準装備です。スタンダードモデルは前後分割式のシート、ツアラーはタンデム部に CC バーを持つ一体式のシートを装備しています。ブレーキレバー、クラッチレバーともに質感は高く、双方に角度調節のアジャスターダイヤルを装備しています。ステップ、ペダルはフォワードコントロールで、外観はご覧の通りです。燃料タンクの容量は 15.7リットル、主要な透過器はすべて LED で、ウインカーのみバルブタイプとなっています。実はこのモデルの姿を眺めているときに、意外と大柄なのではないかという印象を持っていたのですが、実際にこのようにまたがってみると、車体はかなりコンパクトだという印象を受けます。グリップ、ハンドルバーの高さですが、これも私が想像していたよりは一段低いところに据えられているといった感じです。一方、それに対してシートの方は、もっと私は低いライディングポジションを想像していたのですが、こちらは極端に低いというわけではなく、このモデルはフォワードコントロールになっていますが、この足を前に投げ出したライディングポジションさえなければ、ロードスポーツとそんなに変わらないのではないかというぐらいのシート高、着座面の高さとなっています。身長179センチの私がこのようにごく自然にこのモデルにまたがると、上半身は完全に直立か、ごくごく軽い前傾といった感じでしょうか。前傾していたとしても、背骨の角度でいうと、おそらく1度とか2度とか、それぐらいの前傾ではないかと思います。あえて説明する必要もありませんが、足つきも全く問題なく、これであればどんな体格の方でもほとんど苦労することなく乗ることができると思います。このモデルのステップはフォワードコントロールとなっていて、足を前に随分投げ出した感じになるので、足をつく時もステップ類が邪魔にならず、
またゆっくり進むとき、パタパタと足をついて少し車体を前に進めるというようなときも足の邪魔にならずに、久しぶりに私もフォワードコントロールに乗りましたが、これはこれでいいものだなと思います。コンチネンタル GT や IMT650 に搭載されている並列2気筒エンジンを採用し、クランクの位相は270度、そして約 650cc の排気量があるということで、こういった見た目のエンジンであればもうちょっとドコドコっと来るのかなと思いきや、そのあたりはあくまでも270度クランクらしさはありますけれども、こう静かに波打つような、やんわりと波打つような、そういったトルク変動がライダーに伝わってくるといった感じ。ただその分雑味もなく、先ほどからこの音も聞こえていると思いますが、不快な振動というのは一切なく、270度クランクを持つ並列2気筒エンジンのトルク変動のみが雑味なく、ノイズなくライダーに届くといった印象です。また音に関して言うと、走り始めてすぐ気づいたことですが、独特のメカノイズが混ざっていて、これはまあメカノイズとは言っても決して耳障りな音ではなく、これはこのエンジン独特のサウンドとして私は肯定的に捉えています。わかりますかね、ちょっと独特な、何の音なのかわかりませんけれども、サウンドが混ざっています。もうすぐ箱根スカイラインに入って、そこから芦ノ湖スカイラインにつながるエリアで走行しようと思っていますが、その辺りまで到達すればエンジンをもうちょっと回すこともできるのではないかと思います。さっきかなり大きなというか深いギャップを乗り越えたのですが、その時に私に伝わってきたその嫌な振動というのがかなり減衰されていて、事実上そんなに嫌な感じもしなかったというぐらいです。まあ、フレームなのか足回りなのか、はたまたタイヤなのか、ちょっとこの段階では判別つきませんが、乗り心地もとてもいいという印象です。また乗り心地ということに関して言うと、このモデルが採用しているシート、ライダーの着座位置の前後方向の自由度はほとんどなく、座りどころはほぼ一点に決まってしまうという感じではありますが、座り心地がとてもいいです。確かこのモデルのシートは低反発のウレタンを採用していると書いてあったような気がしますが、もしかしたらそれがこの優秀な乗り心地に貢献しているのかもしれません。また話が前後しますが、今私が試乗している個体はこのスーパーメテオ650の上級グレード、ツアラーというグレードに試乗しています。ツアラーの特徴としては、スタンダードモデルに加えてこの大型のウィンドスクリーン、そしてタンデムシートの CC バーなどが装備されている、またカラーリングが若干違うというのが大きな特徴となっていますが、まあ、乗り味としてはスタンダードモデルとほぼ共通と思われます。今話が出たので先にコメントしておくと、このツアラーの大きな特徴であるウィンドスクリーン、ウィンドプロテクション効果はそれなりに高いようですが、まあ、完璧に風を防御しているというよりは、そうですね、手をかざしてみるとちょうどヘルメットのシールドの肩あたりぐらいまで走行風を跳ね上げてくれているといった感じです。またこのスクリーンとライダーの距離が比較的近いので、幅はそれなりにあるのですが、肩口にはまあ程よい程度に風が当たっているといった感じです。それでは箱根スカイライン、芦ノ湖スカイラインを走ってみたいと思います。先ほどエンジンのフィーリングの話をしましたが、このモデルはやはり不快な振動は相当取り除かれているといった印象です。個人的な好みからすると、クルーザーモデルのエンジンはもうちょっと雑味が混ざっていてもドコドコしてもらっていた方が好みではあるのですが、スムーズなクルーザーが好きだという方はこれは程よい鼓動感というかパルス感になっているのではないかと思います。あえて6速のトップギアに入れて、このエンジンの負荷の高い領域でスロットルを開けていくと、排気音としてはこんな感じなのですが、一般的なクルーザーによくありがちなドコドコドコという強烈な振動、バイブレーションというのはありません。おそらくこのモデルはロイヤルエンフィールドの中でも上級クラスのモデルとなるので、
やはり快適性を重視してこういう味付けになっているのではないかと思います。私の好みはともかくとして、これはこれで私は良いと思います。そして今6速トップギアで走っているのですが、このようにコーナーで速度を落として、そこからこう開け直していくとき、この時のフィーリングがとてもいいと思います。先ほど言った通り、ドコドコドコというフィーリングは少ないのですが、いかにも270度クランクらしい、こう優しくこう波打つようなトルク変動がライダーに伝わってきて、まあ、先ほどからバイブレーションがちょっと少ないようなことをコメントしていますが、心地いいのは間違いないと思います。またそれだけ不快な振動が取り除かれているということは、ロングツーリングにこのモデルを連れ出した場合もライダーの疲労軽減には相当貢献するはずなので、やはりこのエンジンはよくできていると思います。これぐらいのワインディングであれば6速でも走りやすいのですが、先ほどから6速で走ってみようと思っていても自然に5速に入れてしまうところがあるので、まあ、排気量が約 650cc ということで、それほど大きくはないので、こういったところを走る場合は5速がベストかなという気がします。5速でもこう開け閉めした時のフィーリングは6速とほとんど変わらないといった感じです。この箱根スカイライン、芦ノ湖スカイラインというのは、箱根スカイライン側が結構道が荒れていて、大小さまざまなギャップが点在しているわけですが、このモデルのフレームと足回りは秀逸だと思います。先ほどからそのギャップを何度も踏み越えているのですが、嫌な振動をライダーに全く伝えてこない。これはタイヤ、そしてサスペンション、そして先ほどのシート、それらのコンビネーションによってこのモデルの乗り心地は極めて優秀だと思います。ギャップが多い路面だよということは伝えてくるんですが、背骨とかお腹にこうズンとくるような嫌な振動というのはほとんどない。そして乗り心地だけではなく、ハンドリングに関してもこのようにかなり回り込んでいるコーナー、そしてここも人為的に作られたギャップがありますけれども、こういったところを走っている時もこの車体というのは非常に自由度が高いというか、乗っているライダーの自由自在になるという感触が伝わってきて、この車体の身のこなしも本当に素晴らしいと思います。このモデルの車体はロイヤルエンフィールドの多くのモデルと同じくハリスパフォーマンス社が担当していたかと思いますが、その甲斐もあってこの車体の扱いやすさというのはクルーザーモデル全体の中でも相当いい方ではないかと思います。この車体の出来の良さをコメントしていると、少し前に試乗したクラシック350を思い出します。カーブの多い峠道、ワインディングをどちらかというとクルーザーらしからぬというか、少し速度を上げて走りたくなるような、そんな運動性の高さであると思います。少しエンジンを回してみます。結構エンジン回しているんですが、エンジンも従順だと思います。で、このように回している時のフィーリングというのは、先ほど言った270度クランクらしいトルク変動のピッチがどん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 細かくなっていって、まあ、それがライダーに伝わってくるといった感じ。こうなってくるとさすがにハンドルバーというかグリップ周りには細かい振動が伝わってくる感じなんですけれども、先ほどからこのように結構回して乗っていても、そのグリップに伝わってくる振動がピリピリと手がしびれるような感じではないんですよね。ピッチが細かいながらも、先ほど言った通りバイブレーションの頂点がきっちり全て丸められているという感じなので、着用するグローブなどにも影響は受けるかもしれませんが、これであればおそらく長時間乗った後に
手がしびれるというようなこともないのではないかと思います。エンジンを少し回し始めたのでよくわかるのですが、トランスミッションのタッチもいいですね。全く引っかかり感がなくサクサクっと入るという感じ。これぐらいフィーリングが良いのであればフォワードコントロールだけではなくミッドコントロールの車両もあればいいのになと思うぐらいです。ただこのフォワードコントロールでもスポーティーなライディングは十分にできる、それぐらいトランスミッションのタッチもいいです。そしてこのモデルは私からすればそれだけでもかなり好印象なのですが、クラッチレバー、ブレーキレバー両方に角度調節のアジャスターダイヤルを装備しています。かなり高級な機種であっても日本のメーカーの場合はクラッチレバー側はアジャスターダイヤルがないとか省略されてしまうことが多いんですが、これは私はレビューの中で何度もコメントしている通り、適切なクラッチレバーの遊びを維持しつつ自分の好みに角度を合わせるためにはこのアジャスターダイヤルがないとできないわけで、まあ、そういう意味ではそういったものもきちっと装備されているというのは本当に良いことだと思います。またこの左右のレバーの質感も良く、こういった場所なのでそんなに出番は多くないですけれども、レバーを引いている時のフィーリングもとても良く、まあやはり最近のロイヤルエンフィールドは本当に恐ろしいというか、かなり来ているなという感じがします。日本のメーカーもまあそう言っていいのかどうか分かりませんけれども、あまりしょっぱいところでコストダウンしているとやられてしまうのではないかなと言いたくなるような、まあ、そんな出来の良さでもあります。そしてクルーザーモデルなので今リアブレーキを使っていますが、ここ下りなんですけどリアブレーキめちゃくちゃ効きますね。私はクルーザーモデルの場合はリアブレーキをメインで使うことが多いので、これぐらい頼もしい制動力が立ち上がってくるというのは好ましいことだと思っています。ペダルのその踏み込むところの板もかなり幅広に作られているので、その関係もあってこのブレーキよく効くしフィーリングがいいんでしょうね。そしてフロントブレーキ、はい、あ、これはもう明らかにリアブレーキと比べると弱めに調整されたフロントブレーキです。効きすぎないので積極的に使っていけるという感じではないでしょうか。今日は芦ノ湖スカイラインは撮影許可を取っていただいているということなのでちょっと折り返したいと思います。あ、U ターンもやりやすいですね。クラッチレバーの操作が軽いのと同時に、実はこのモデルの左右のレバークルーザーモデルらしくちょっと太めで指にレバーが食い込むような感触もなく、指先の操作が繊細にクラッチとかブレーキに伝わるようなところもあり、もしかしたら先ほどフロントブレーキ弱めに調整されているけどフィーリングがいいと言ったのは細かいところですが、こういったレバーの指のかけ心地の良さというかちょっとした太さ、そして綺麗に面が落とされているのでレバーに触れる指先の感触がいいんですよね、まあ、このあたりも抜かりないなと思います。その他このモデルは装備品のクオリティもかなり高く、まあ、代表的な例としてはこのメーターパネルです。針のちょうど軸のところが隠されていて、その上に液晶パネルが載っている。でアナログ式なんですけれども、この外側を針が移動していくというそういった方式になっていて、これは確かクラシック350もこんなメーターだったかなと思うんですが、質感も高く、そして見やすく、こういうところも品質が高いなと思います。あと今は使用していませんが、この時計が出ているところ、これはトリッパーというロイヤルエンフィールド独特のターンバイターン方式の簡易ナビを表示することができるようになっています。少し慣れは必要なんですが、ないよりはずっとマシという感じの装備なので、これが標準装備されているというのも良いポイントなのではないかと思います。でこうして実際に乗っていてフィーリングがいいなと気づいたのがタンクです。タンクの両サイド、ちょうど一番張り出したところに膝がちゃんと当たるようになっていて、ニーグリップもしやすく、そして上から見ると結構平べったいというかボリューム感のあるタンクなんですが、両膝で挟んでみるとそれほど広すぎずちょうどいい感じの幅になっていると思います。
先ほどからこのサスペンションについてコメントしていないのはなぜかというと、これはサスペンション自体がしなやかに動いてくれているのか、それともフレーム自体が優秀で、まあ、そういったサスペンションやタイヤなどとの関係もあり、これだけ乗り心地がいいのか、ちょっと私は判別がつかないなという感じでコメントできなかったんですが、こうして試乗時間も終盤に近づいてくると、この前後のサスペンション自体も相当しなやかに動いているのではないかという気がしています。乗り心地に貢献するだけではなく、こういったコーナーに進入する時のその車体への入力のしやすさ、曲げやすさにも大きく貢献しているのではないかと思います。クルーザーモデルなのであえてそのようにしているのだとは思いますけれども、そんなに正確に入力する必要がないんですよね。なので極めてイージーに、こういったところも車体にライダーは自分の思った通りに入力すればその通りに曲がってくれるという感じ。私も先ほどから車体への入力はいい加減なというかイージーな感じでやってるんですが、その割にはライダーの気持ちとその進行方向がぴったりシンクロしているような、そんなまとまりの良さ、出来の良さも感じられます。ちなみにこの倒立式のフロントフォーク、昭和の SFFBP を採用しているということで、登場するたびにこのセパレートファンクションフォークビッグピストンについてはコメントしていますが、乗り心地がいいと感じるモデルに搭載されていることが多くて、このモデルもね、ご多分に漏れずといった感じがします。それではね、もう試乗も終盤なので、このモデルの音を聞きながらお別れしたいと思います。それでは。